林町民は、新末民発の政治家、教育者、北京政府の要人である。陽名は、ノリサワ。字は、妄想。号は、大木投資、経理民主室主など。父は、高所十五年の紳士の林隆史誠。娘は建築家の林木本で、両警長のこの両姿勢は、彼女の夫、すなわち娘婿にあたり同じく建築家。重帝は、林里市民。 役人の家庭に生まれる。1897年に秀才となった後、英語、日本語を学び、翻訳業に携わった。1906年、甲州東文学校を経て、日本に留学し、早稲田大学法制学科で学士を取得した。この時期に、復建道協会会長を務めている。なお、中野聖郷、風見明とは、同じ班で学んだ。この他にも、長剣、 新春剣、ゆかりゅう、孫ひろし雄、りゅうたかしゆう、除仏、いける、ようたく、総教人に加え、犬かいたけし、崎ゆきおとも交流している。1909年に帰国する。福建管理図法制学道教務長兼市議、局所記長に就任した。まもなく、上海で開催された各省市議局会議に出席し、国会政願同士司会初期に推薦された。 1911年の侵害革命では4月27日の帰画後期議において慶応義塾大学哲学科の学生だった重邸の林里市民が高加工72列車として壮絶な死を遂げたその直後から革命活動に身を投じ南京で開催された各省都督府代表会議に林町民は復権代表として参加孫文が 中華民国臨時大総統に選出されると、林町民は内務部参事に就任。中華民国臨時役法の作成に参加した。1912年1月、林町民は、朝健、帝徳善らと統一党を組織し、その幹事となった。5月に共和党が結成されると、ここでも幹事を務めている。翌年、衆議院議員に選出され、5月には進歩党の 政務部部長となった。衆議院では、秘書長兼憲法起草委員を務め、天壇憲法の制定に関わっている。北京での活動の一方で、福建私立法制学校校長の任にもついた。1914年に、政治道産議に任じられ、5月には、参政院代理秘書長となった。1915年、法制局局長となったが、間もなく辞任している。 1917年7月、ダンキズ隅内閣の司法総長に任命されたが、同年11月の大将臨時内閣を経て、辞任した。翌1918年、総統府外交委員会委員兼事務主任を務める。1919年には国際連盟同士会理事となった。この時に林町民は、ベルサイユ会議における三等利研改修交渉部長を見て、北京の 明日法で列強を批判する文を載せた。これは54運動のきっかけの一つにもなっている。その翌年に、林町民は、ロンドンに赴き、両警庁、大大将らと工学者を組織した。1921年5月、国際連盟同士会主席代表に押され、イタリアのミラノで開催された、国際連盟の会議で演説を発表している。同年月に帰国し、 1922年の国会で衆議院議員に再選され憲法起草委員会委員に補選された。しかし、翌1923年の総根賄い戦に反発して上海へ逃れた。1924年、福建私立法制学院を改組した福建大学で校長に就任する。また、日本人に次ぐという書を公表し、日本の対中政策を批判した。 その翌年には、断基随の失政政府で、やはり憲法起草委員会委員を務めている。同年11月、法天派の軍人、各省令が、法天派指導者の長作林に対して、平変を起こした。この時に、各省令は、林町民を、秘書長として招聘し、林町民もこれに応じて、随重を承諾した。しかし、各省令は、 調作人の反撃にあって敗北してしまう。12月24日、林町民もまた、法天省新民検をソケトンで乱戦に巻き込まれ、流れ玉を受けて戦死した。去年50、ありがとうございます。